抑えるか捉えるか、ピッチャー寺原、バッター里崎、勝負強い男と言われてきました。フルカウントです。当然力む局面でボールがよじれます。 3-2 のフルカウント。この時今寺原が息を吐きましたが、もうなんか自分が、ね、今までの自分と違うところが出てるわけでしょう。ああはあ、はあ、不安でたまらないんじゃないでしょうかね。勝負の一球になります。ワンアウト満塁、 3-2 のフルカウント。当たりました、ストレート勝負、かろうしてバットにかすりました。キャッチャーが22歳の若いこの伊藤であります、伊藤光。もうこうなると寺原に任さなきゃ仕方ないですもんね、伊藤はね。さあフルカウント2度目、ワンアウト満塁。ストレート足に当てた、三塁ランナーホームイン、里崎駆け抜けた、ピッチャー強襲ヒット、5対2、なお満塁。ピッチャー返しの打球でやりました。記録は H ランプ、ピッチャー強襲のヒット。足で取りに行ったんですがね、あれ足を出してなきゃ、ショートは取ってんじゃないですか、ショートかセカンドは。セカンドはね、中間守備でしたから当たりはそんなに良くなかったですもんね、はい。今まっすぐ148ですけど、はい、本当のまっすぐですかね。本当148もないような。ああそうですよね、一瞬スピリット系にも見えまっすぐですよね。ご覧いただきましょう、なんと軸足でボールを抑えに行きましたが、跳ね返った方向がセカンド右、ピッチャー強襲のヒットです。ピッチャー交代、ピッチャー交代です。福場コーチ2度目のマウンド、5対2、3点差、岡田監督登場です。やはり6回の裏が一つの山だったんですね、有藤さん。 ね、だから石峰の出塁が本当に、寺原に対してですねプレッシャーを与えましたね、はい。まだ発表されないうちにリリーフカーに乗ってピッチャーが出てきました。現在6回の裏、オリックス攻撃中5対、いやロッテ攻撃中5対2、オリックス3点のリードです。